2022年司法書士試験に合格しました大橋麻由です。受験勉強中は合格後のこと、特に実際の実務のお仕事について知る機会がなかなかありません。私もそうだったのですが、それなら実際にご活躍されている司法書士の実務家の方にお話を聞いてみようということで、本日は昨年開業された司法書士行政書士事務所アベリアの代表ひろき鈴鹿さんにお話をお聞きします。ひろきさんも伊藤塾の出身で私の先輩にあたるのですが、今日は疑問に思っていることすべてお聞きしたいと思います。ただいまご紹介に預かりました司法書士のひろき鈴鹿と申します。私がですね、平成29年に司法書士試験に合格しまして、でその年に大手の司法書士法人に入り約5年間勤務をした後に、去年の9月に開業したような形になります。で私のメインの業務としては相続と家族信託、生前対策っていうようなところをメインの業務としています。本日はどうぞよろしくお願いします。それでは本題に入ります、はい、私からお聞きしたいことをどんどんお聞きしますので、はい、差し支えのない範囲でお答えいただければと思います、はい、まず司法書士を目指したきっかけを教えてください。大学の入学の時が東日本大震災の時、はい、2011年、はい、だったんですけども、はい、その時に父親が関連校に勤めてたんですね。関連校の下請け会社に勤めてたんですね、はい、でそうすると、まあ、当然ちょっと大変だったじゃないですか、うん、はい、で、まあ、なかなかこう仕事がなくて、うん、でもともとそんな大きな会社で下請けなので、そんな大きな会社じゃなかったんで、ちょっと会社を畳むことになり、うん、でその時に父親が自分で会社を起こす形になった時に、はい、司法書士の先生にその設立を手伝ってもらって、でそこで母親が司法書士っていう仕事いいなってなったらしく、でそこで司法書士をまず知りまして、でその時は別に目指そうとかも全く思ってなかったんですけど、法学部に入る予定があったので法学部に入って、で勉強していく中で、法律面白いなって思って、で資格を取ろうってなった時に司法書士がいいなっていうので司法書士を目指していくっていうような形です。東日本大震災がきっかけだったんですね。そうですね、はい、この中で伊藤塾を選択した理由は何だったんでしょうか。もうこれは単純に友達に誘われました、はい、友達がお父さんが司法書士で開業されてて、はい、で自分も勉強するっていうような形で、うん、その時に私も司法書士勉強しようかなって思うんだみたいなことを言ったら、はい、伊藤塾でやってるんだっていうのを聞いて、じゃあ私も伊藤塾にしようみたいな。そうだったんです、はい、そんなきっかけです。ではその伊藤塾に通われてたということですが、はい、勉強方法のポイントとかってありましたでしょうか。こう自分に合う勉強を見つける、はい、のが受験に合格する第一歩だと思ってて、はい、私は結構その伊藤塾のあれを全部やるのはちょっと無理だったんですね、はい、自分の性格にも合っておらず、はい、で結局伊藤塾セレクションの過去問、うん、あれしかやってなくて、そうなんですね、すごい、あれ以外の過去問一切やってない、はい、ちょっとやろうと思いましたよ他の、はい、皆さんお使いの分厚い昭和からあるやつとかも、はい、手を出しては挫折し、手を出しては挫折しを繰り返し、よくセレクションにまた、はい、もうだから択一はセレクション以外をやらないと決めて、それだけで択一は、あとは もちろん当連とかは、はい、受けましたけども、うん、それで乗り切りで、記述は本当山村先生の当連の講義です。なのでやっぱりいろいろこうやってみて、自分に合ってないなとか、講義もいろいろ取ったりはしましたけど、結局最終は結局こう絞って、でもこう一元化してテキストとかも本当少ないので一元化して、でそれを自分がちゃんとゆっくりじっくりこう時間をかけながら理解をしていく、なので覚えるっていうよりも理解するっていう制度趣旨とかそういうところを考えて勉強してました。私も制度趣旨とかが苦手だったので私は暗記派で、あ、そうなんですね、やっぱ自分に合った方法を見つけるのが大事ということで、うん、そう思います。やっぱ司法書士試験っておっしゃってた通り、もう本当にいろいろ大変だったと思うんですけど、はい、
ストレス解消法だったりモチベーションの維持はどのようにされてたんでしょうか？私は結構性格的にもずっと頑張り続けることができないタイプで、はい、そうなんですか、はい、反対だと思うんです。あ、本当ですか？意外で、ね、全然もうコツコツ努力っていうのが難しくて、夏休みの宿題とかも、うん、最後に8月30日31日でどうにかするタイプで、それも試験勉強にも表れていて、うん、なかなかエンジンかからないですね、うん、なので例えば、まあ合格まで4回ぐらいかかったんですけど、はい、4年ぐらいかかったんですけど、はい、試験終わった後にもう7月に試験終わって、はい、で年内は何もしないと、司法書士試験の勉強何もしないと決めて、でも友達と遊びまくってて、もう会える友達は後悔しないように会っておいて、はい、遊びまくり、年明けの討練からちょっとずつエンジンをかけていって、で、まあ、3月ぐらいで討練終わって、うん、4、5、6でガーっていうような、なので模試で1回もA 判定を取ったことないです。そうですね、メリハリ型というか、メリハリなのかってメリハリなのかどうなのか、だから1年目とか2年目とかはそれが合わなくて、はい、なかなかずっとダラダラやっちゃう、ダラダラやるか、はい、全くやらずに直前の1ヶ月でどうにかしてとか、はい、どうにかならないんですけどね、はい、そんな試験じゃないんで、はい、どうにかならないんですけど、なかなか合わず、あ、これがいいっていうのが当連からちょっとずつ演じをかけていくっていう、なんかその勉強方法とテキストとかも全て自分のなんかトライアンドエラーというか、そうですね、感じ進められてきたんですね。それはもうそうですね。では次に最初の事務所を決めたきっかけについて、はい、まず最初の事務所は何に惹かれて決めたんでしょうか？はい、最初が合格前に、はい、ちょっと少しだけバイトしていたところがあるんですけど、はい、そこはもう完全に近いからっていうようなところで、はい、合格発表前に少しバイトをしてて、はい、で合格した後はいろいろ調べたんですけど、こう新しいことをやってる事務所がいいなって思って、うん、はい、で例えば動産譲渡とか信託だったりとか、何かそういう、こう他とは違うことをやってるところがいいと思って、はい、選んで、で3か所か4か所か面接受けたんですけど、はい、一番代表の方が明るくて気さくだったのでそこに決めました。そうなんですね、結構お人柄と、そうですね、司法書士って結構お堅い先生が多いイメージあります、ね、あ、ちょっとやっていけるかなって思っちゃって、うん、正直で、あ、この人だったらついていきたいなっていう、代表の方に出会えたので、はい、もうそこしかなかったですね。その方って入ってからももっと気さくな感じだったんですか？はい、入ってからは気さくというよりもなんか異次元の人です。異次元。ではその最初の事務所での、はい、業務内容を教えてください。今すごい大きくなってますけど、はい、最初は全然スタッフ数もいなくて、私が入った時はもう5人ぐらいしか、司法書士は1人しかいなかったですね、はい、いなかったので、本当何でもやりました。なので決済やったり、でも信託もあって、なので10月末ぐらいに、はい、入って、で1人の司法書士がインフルエンザにかかり、12月末に私は静岡に信託の案件の面談に行くっていうような暴挙がありって思いながら、でもなんかそういうことを私はやらせてくれたので、多分こういろいろできるようになったのかなっていう、こう何でもやらせてくれる、はい、言い方悪ければぶん投げられてる感じですけどでもやっぱりそういう何でもやるっていう姿勢がすごい大事だなっていうのは学んで、はい、で本当に商業でも不動産でも相続でも信託でも何でもやってきたかなっていうのはありますね、前の事務所では。何でもやる姿勢みたいのが結構現在のその開業してからも生かされてるなって思うところですか？そうですね、はい、まずはやっぱり何でも受ける、自分が後で大変になることもたくさんあるんですけど、はい、でも何でも受けて、で絶対にできませんを言わないっていうのが、うん、それは前の事務所の代表から教わったところですけど、はいはい、できませんと言わないっていう姿勢で、とりあえずこうできるようにするにはどうするかを考えるっていう、このなんかこう考え方っていうのがすごいこう一番大事だなと思いますね。できるようにするって部分なんですけど、はい、結構ご自身でも勉強会とかセミナーとか参加されて、はい、とか実務書とか読んで結構学んでるって感じなんですか？
そうですね、はい、今は実務省ばっかりじゃないですけど、はい、合格した時の最初の2年ぐらいは朝実務省を必ず読むみたいな、はい、感じにはしてて、なんかちょっと朝早めに事務所行って、はい、でこう設立 の, 本とかで、はい、登記じゃなくて普通設立したら他にもやることたくさんあるじゃないですか、ね、はい、そういうのを学んでみたりとか、あとは相続の本を買って、本当にもう初心者向けですよね。やっぱり合格したからといって実務で使えることも何もないんで、本当初心者向けの、をまず読んでみて、でちょっとずつ勉強していって、だからセミナーとかもよく聞いてましたね。ちょうど私も今何をすべきか分かってなかった。あ、そうですよね。ちょっと実務書読んでみようと思いました。その以前の事務所で所属事業部のマネージャーをされていた、はい、ということですが、はい、そのマネージャーになるまでの苦労だったりとか、はい、マネージメントの大変さを感じたこととかってありましたでしょうか。まあ、マネージャーになるまでは結構もう本当仕事好きで、前の事務所が楽しくて突っ走ってた感じなので、はい、なんかこうマネージャーになるまでが大変とかあんまりなかったですけど、はい、マネージャーになってからってやっぱりこう人の管理とか、うん、売上とか、はい、やっぱそういうことをちょっとこの経営面というか、はい、そういうのを気にしなきゃいけないので、それはやっぱり大変でしたね。こう実務だけやればいいわけじゃないので、はい、でもそれが学べたので多分今の開業には少し生きてるかなと思います。スムーズに、はい、独立開業の決意についてどのタイミングで決意したんでしょうか。独立自体は、はい、資格取った時は、独立もいいかなとか思ってたんですけど、はい、資格取って前の事務所入った時にはもう仕事が楽しすぎて独立は全然考えてなかったんですけど、はい、でもなんとなくこう仕事をしていく中で、はい、自分がやりたいこととか、はい、あとはやっぱり子供も今3歳で小さいので、はい、こう家の近くでとか、そういうこともちょっと考えて独立っていうような選択をした感じですね。はい、ひろきさんは司法書士の資格だけでなく、いろいろな専門知識もあると思うんですけれども、今相続信託という専門領域っていつ決められたんですか。いや、なんか別に決めてたわけじゃないんですけど。そうなんですね。なんかやっぱりいろいろやっていく中で自分の向き不向きがなんとなく、はい、分かってきて、はい、それも多分前の事務所の代表とかも、はい、の人たちも分かってたんで、私を相続事業部に、はい、したのかなっていうのはありますけど、はい、それでやっぱり結構私の中で相続ってこう一人の人と仲いいお付き合いをするんですね、はい、相続税の申告でもやっぱ10ヶ月とか、1年とか、いろいろこう手続きするのに時間かかったりするので、はい、そういうのをやってて、一人の方と長くいろいろこう話ししながら仕事をしていくっていうのが自分はすごい楽しいですし、で結構その高齢の方とかと話すと、なんか、ああそうなんですねっていうこともたくさんあるんですよ。戦争の時の話をしていただいたりとか、はい、あとはやっぱりこう地域とか、あとはその家族によってもいろいろとこう考え方の違いとかあるので、うん、そういうことを聞いてるのが結構楽しくて、はい、で、相続が向いてるかなっていうところは思ったのと、はい、あとは信託は単純にいろいろこう信託法を読んだりとか、はい、登記手続き考えたりとかっていうのが好きで、はい、なんでもうずっとそれをやってたって感じですね。事務所の開業までについてお伺いしたいんですけれども、はい、開業準備で大変だったことをもしあれば教えてください。いや、もう開業準備は何をしたらいいか分からなくて、最初でもう結構で、あとは正直やっぱり一番はお金が困りましたね。事務所を決めて、はい、でやっぱり最初の初期費用を払うもそうですし、あとは司法書士も登録費用かかりますし、そうですよね。で最初やっぱり売り上げも見込めないじゃないですか、はい、となるとやっぱりそこの最初のお金部分が一番こう大変で、事業計画書とか書くにしてもどう書いたらいいかわからないし、なんでいろいろその開業した、はい、知り合いとかに教えてもらいながらちょっとずつやっていってっていう感じですね。本当に会社をなんか立てるみたいな感じなんで、すごいそう、そうですね。なんか皆さん気軽に独立みたいな感じでおっしゃってるので、ちょっとあれなんですけど、確かに大
変ですね。そうなんで、私もちょっと気軽に独立ってよく聞くんで、ね、あそんなもんかなとか思いきや、うん、あやること結構あるなっていう。で実際独立した後も、うん、なんかやっぱりこう、まあ、売上とか入金とか、はい、あとは税金とか申告、そうそうなんですよ。なんかいろいろあなるほどなっていう毎日がそう初めてのことだらけっていう、まあ、それが楽しいんですけど、でもやっぱりこう。何ですかね、お金がなくなる不安とかありますよね、開業すると。で、ではあの独立する上で勤務時代に役に立ったことだったりとか、はい、やっておいてよかったこととかはありますでしょうか。私の場合はさっきもちょっと話しましたけど、はい、あの考え方とかがすごいこう、うんうん、代表の方から学べたっていうのが一番大きくて、はい、そのできるためにはもうお客様のこうニーズっていうところも汲み取ったりとか、できることを考える、できないって言わないっていうのを、はい、あの考えてでやっていくっていうことはすごい大事だったので、それを考えて仕事をしていくっていう、なので基本何でも受けますって言って、はい、まあ後で困るんですけどそれでもどうにかしようと頑張るじゃないですか、はい、そういうのはすごい大事で、だからやっぱり仕事していく上で振られるまで待つとかじゃなくて、自分であこれやりますこれやりますっていうので、はい、まあ、ちょっと自分を追い込んでる感じありますけどそういうのはすごいやっぱり今経験が生きてるなっていう、あこんなことあったなっていうのもあるので生きてるなっていうのと、あとはやっぱりマネージャーやらせてもらったのはすごい良かったなとは思いますね。あの売上意識とか普通に勤務してたらあんまり考えないですよね、はい、なので入金の大事さとか、うん、やっぱりこうまあマネージャーと、まあ、独立して自分でやるのは違いますけど、はい、でもそれでも少しはその売り上げを考えてとか人件費がとか、あの人に対してどういうふうに管理していくかとか、そういうところを学べたっていうのはすごい大きかったと思います。すごい。じゃあ以前の事務所で本当にあの仕事に対する考え方とか経営して両方学べたってすごく、うん、そうですね、本当にありがたかったです事務所の特徴と主な業務内容を教えてください。はい、特徴はもう何ですか、完全に相続と生前対策、はい、信託特化型事務所って感じですね、はい、あの基本的には、まあ、半々ですね、相続発生後の案件と、うんうんはい、あとは生前の相談っていうところで、はい、生前は基本的に遺言と家族信託、はい、で相続発生後は、まあ、遺産承継業務っていうふうに言われてるものとか、はい、相続登記とかっていうところがほぼほぼで、でその中からやっぱり派生して決済あったりとか、うんまあ、商業の案件があったりとかっていう感じです、はい、やっぱりさっきおっしゃられてた相続も信託も長いお付き合いだったので、そうですね、はい、やっぱ派生していくことが多いです、多いです。なのでまあリピートみたいな感じですね。あ顧問みたいな感じ、うんまあ、ちょっとそういう感じありますね、はい、信託とかだと蘇生して、はい、では2年後とかにちょっとその、はいまあ、委託者の方がお亡くなりになって、はい、じゃあ相続ですねっていうので相続の対策というか相続の手続きして、そしたら今度はその、まあ、お父様が亡くなったので次お母様の対策でとか、そういうのでつながっていったりとか、そうやってお客様が生まれていく。そうですね、はい、1日のタイムスケジュールと1週間のタイムスケジュールを教えてください決まってないんですけど、はい、あの面談に行ってることがほぼほぼなので。そうなんですよ。会社に帰宅されてからお仕事をする。スタッフが1名いるので、はい、事務処理はもうほぼその子が、はい、あの完璧にこなしてくれて。そうなんですね。もう頭が上がらないんですけどなので基本面談に出てることが多いです。はい、大体まあずっとオフィスにいる時もあるんですけど、はい、でもあの打ち合わせ入ったりとかオンラインでするので、なかなかこう大体こんな感じっていうのは難しいんですけど、はい、朝まあ出勤してきて、はい、であのまあ面談に出かけて、でそのまま次の面談行って、はい、で帰ってきて、はい、で大体5時とか6時とかで、はい、そこからあのスタッフが作ってくれた書類のチェックとかをして、はい、で、まあ、その間にいろいろ電話がたくさん来るので、はい、電話取りをしながら8時9時に帰ったりとかする時もあれば、はい、自宅から近い面談の時とかだと、はい、もう自宅から面談行って自宅に帰ってきて、はい、家でずっと仕事してたりとかっていうこともあります。開業して大変なこととか良かったことについて教えてください。大変なことはやっぱりお金面ですよね、はい、あの
人雇ってるんで給料払えるから最初はやっぱりすごい不安で、はい、でも生活があるじゃないですか、はい、スタッフの良かったことはやっぱ自由ですよね、はい、仕事の合間とかに自分の時間を作れたりとかするので、はい、まあ、面談と面談の間に1時間ぐらい自分の時間を作ってとか、うん、そこで読書してとか好きなことしてとかができると私は結構リフレッシュができるので、メリハリが上がった、そうですね、はい、なのでなかなかこう勤務だとどうしても例えば9時から6時までいなきゃいけない、はい、とかだとその夜がいいっていうお客さんがいると帰れなくて9時とかになっちゃう時とかもありますけど、うん、まあ独立するとそこはもう自分で責任を負うところなので、はい、自分でこう時間を使えるっていうところはすごい良かったなって思います。基本そのジムの勉強とかなんかいろいろ勉強してますかね。そうですね、はい、やっぱりいろんな周辺知識の勉強はしないといけないなと思ってて、ね、はい、私今 AFP 登録してるんですけど、はい、やっぱり FP ってすごい幅広いんですよね、まあ、はい、広く浅くっていう感じなんですけど、でもそういう知識って司法書士の勉強してるともう完全に司法書士に特化しちゃってるじゃないですか。知らないこと多くて、はい、で実際に、まあ、働き始めて世の中ってこうなんだっていうことをたくさん知ったんですよね、はい、なのでそういうことを考えるとちゃんとこう、まあ、例えば社会保険とかあんまり考えないじゃないですか、はい、分かんないですで全然分かんなくて私も今も分かんないですけど、はい、保険とかも保険には種類があってとか、うん、なんかああそうなんだぐらいはありますけど、うん、保険の使い方もそうですし、なんかあんまりこう分かってなかったなっていうのをちょっとずつこう周辺知識として学んでいく中で、まあ、自分も理解していって話ができて、でそうすると不動産屋さんとか税理士さんとか、まあ、他の資料の方とかが言ってることがちょっとずつ分かってくるっていうような感じはあるので、そうするとその税理士の先生はどういうところにお仕事のポイントあるかとか、うん、そういうことも分かってくるので、はい、なかなかこう連携はしやすくなってきますね。周辺知識の大事さをすごく今実感しました。ひろきさんがお仕事をする上で大事にしていることや信念などありましたら教えてください。はい、まあ、先ほどからもお話ししているようにやっぱりそのお客様からのこうニーズとかそういうので、まあ、ご質問とかあった時にも断らないっていうことは大事にはしていて、はい、でこう自分でできることは何かとかそういうことを考えていく、それはもう一番大事だなっていうところと、あとこうお客様にやっぱり寄り添う、まあ、お客様の視点に立ってでお客様にとって最適な提案をするっていうところはすごい大事にはしてます。ひろきさんは今楽しいですか？うん、すごく毎日が楽しいですありがとうございますこれからの目標だったり将来の夢もしありましたら教えてください目標はツイッターでも言ってますけど、はい、今年の目標は宇都宮支店を出すことです。そうです。できるかどうか分かってないですけど、目標は高くと思って宇都宮支店出したいなっていうのは考えてます。はい、将来の夢はそうですね、なんかそこまで具体的には考えてないですけど、はい、でもやっぱ今みたいな仕事がすごい好きなので、お客様に満足してもらえるような仕事をしていきたいなっていうのがもうずっと思ってるので、うん、まあ、それは夢っていう感じじゃないですけど、はい、それはもう一つこう自分の中の軸として持って仕事をしていきたいなって感じですね、はい、もうこれから司法書士を目指す方や現在勉強中の皆さんにアドバイスがあればお願いいたします、はい、受験勉強中って結構こう先が見えない辛さとかもあると思いますし、私も結構司法書士の試験ってきつかったので、まあ、精神的にも辛かったんですけども、でもやっぱり合格した後に司法書士の資格があるっていうことで自分の選択の幅が広がると思うんですね。なので司法書士だからこれをやらなきゃいけないっていうこともないので、自分の一つの強みとして司法書士の資格取っていただいて、で司法書士ってすごいこう可能性は無限にあると思うんですね。その資格の使い方って自分次第だと思うので、なのでぜひ司法書士受かりましたらいろいろとこう楽しい未来が待ってるじゃないですけど、自分の将来にとってすごいいい資格だと思うので、ぜひ勉強頑張ってください。たくさんの疑問にお答えいただき本当にありがとうございました。ありがとうございます。すいません、私もちょっと合格後何をしたらいいかそうですね、分からなかったんですけれども、はい、いろいろ勉強したりだとか、あと事務所に
の方にいろいろお話聞いたりだとかして、あと独立に向けていろいろ頑張っていきたいなと今日改めて思いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。